韓国ボーイズグループ BTS、防弾少年団が米ホワイトハウスを訪問して話題となる中、ニュース番組の司会者がアメリカの地位を低下させると発言し、物議を醸している。1日、米メディアによると FOX ニュースの司会者タッカー・カールソン氏は BTS のホワイトハウス訪問を侮辱するような発言をし、これに BTS ファンが激怒しているという。BTS はバイデン米大統領の招待でホワイトハウスを訪問し、大統領執務室で面会。およそ35分間の面会で BTS は、アジア系住民への人種差別に基づく憎悪犯罪ヘイトクライムについて意見を交わした。この面会後、FOX ニュースの司会者カールソン氏は米国の地位を低下させるものだと発言。この発言に BTS ファンらが怒りをあらわにしていると報じられた。一方、BTS は来る10日、ニューアルバムプルーフでカムバックする。NCT127 ユータ、BE:FIRST リョキとのカップルリングツーショットを公開して話題に。ジョンウ、日本から帰国後の PCR 検査で新型コロナウイルス感染を確認、すべてのスケジュールを中断して自宅待機中。ジョングク、突然のインスタグラム投稿全削除から爆発投稿で話題に。